つもご視聴ありがとうございます。今回は恒例となりました12月生徒客費部予想やっていきましょう。内容はこのようになっております。まず前半で本日発表された新規制限措置の発表、事前発表の停止狙い評価の結果について、後半では客費部予想です。ほとんどがフリーの状態で当日を迎えます。当日は心理的要素や現在の受給面が大きな要素となります。そのあたりを中心に評価していきました。当チャンネルでは制度信用の基礎動画、こちらも用意しております。ぜひこちらもご視聴ください。それでは行きましょう。それではまず日照金発表、権利付き最終日の新規制限措置を確認していきましょう。新規売停止、富士オフード、多岐化学の2銘柄が出現。現在停止となっていない銘柄でも午後に停止となる場合があります。その場合逆ヘブが大きくなりやすく倍率も変わってくるため注意が必要です。新規貸し株注意喚起、グローバルリンク、三好油脂、ドラフト、選手会、4銘柄が指定されました。やはり止まるために必要な数の売りを確保できなかったなというのが正直な感想ですね。事前予想ではどのようにしていたかを確認していきますと、二重丸評価としたシンシアは停止ならず、丸評価からフジオフードは停止、ドラフトは注意喚起まで、ジャパンクラフトは変わらずでした。三角からはグローバルリンクと選手会が注意喚起へ、それ以外は変わらずでした。やはり普通の月よりも薄い出来高で、なかなか売りも入ってこない中では止まるのを予想するのは難しかったです。注意喚起までは何とか行けたのですが、ドラフトや選手会、シンシアの押し引きはこの後の評価にて詳しくやっていきますよ。逆ヘブ予想につきましては、あくまでも個人の予想ですので、結果は一切保証いたしません。評価は5段階で、今回は当日次第で大きく変わってくる可能性があるため、修正を行う可能性があります。それでは見ていきましょう。このあたりは、心理的な敬遠度が非常に高く、マイナスが甚大ですので、気軽には入れません。配当取りを意識できるチャレンジ銘柄は存在しますが、相当な覚悟が必要でしょう。FIG プレミア優待系で、現状はプラス34万の買い越しを想定。出来高が40万に満たないようなら面白いかもしれません。ただ相当な覚悟が必要で、まず気軽には入れません。ブシロード、こちらは最善が2000株であり、100株でも可能です。現状 40.7 万の買い越し想定です。ある程度明日買い方の逃げもあると見ていて、一般がないので出来高次第でしょうか。100や300で手軽に勝負も可能ではあります。東海カーボン、カタログ系で受給が良く、現状プラス 66.4 万の買い越しを想定しています。一般も出ているので出来高で読むのは困難です。跳ねれば大惨事もありえますが、可能性は低いと見ています。うまくいけば配当取りですが、やはり気軽には入れません。福田組、クオカードをもらうには200株ですが、配当が非常にいいので100で配当の一部を取ることも狙えます。現状プラス 9.8 万の買い越しを想定していて、9万以下の出来高ならチャンスはあるかもしれません。ただここは株数が非常に少ないため、事故となると大惨事となります。あまりやる意味はないでしょう。このエリアは特段チャンスがありそうには思えません。当日の出来高次第で入れそうなものもありますが、積極的に入りたい銘柄はありません。6月へのカラクロス銘柄、キーパー技研は現状の受給が良く、出来高が正常なら無傷通過と見ます。カゴメは無傷は望みにくく、配当分までの負担はありそう。そこまで旨味はないと見ています。ヒューリック、一般でも浮いています。受給は良く、現在プラス 59.8 万の買い越し想定。一般があることで出来高が膨らみ安く難しいですが、リードはそれなりにあり、守りきれる可能性もあると見ます。うまくいけば配当取りとなりますが、やはり覚悟は必要でしょう。船井総研、現状プラス 15.5 万の買い越し想定です。出来高が膨らまず20万以下ならチャンスはありそうですが、一般でも出てきそうな銘柄だけに読んでいくのは難しいでしょう。藤田観光、人気はなく、現状プラス 2.1 万の買い越し想定。
出来高10万割れのノーマーク状態ならチャンスがある可能性があります。 SBI 証券の追加次第でもう少し上が見えるでしょう。パンパシフィック27日の株価急騰を受け、買いの解消が顕著です。プラス 30.5 程度の買い越しを想定しています。一般余りの状況で出来高から読むことが難しく、配当取りも可能ではありますが、あえて制度で行くメリットはそこまでないでしょう。メック、こちらも一般で追加がある可能性が高いと見ています。プラス 17.8 万の買い越しを想定。出来高20万以下でチャンスと見ていて、配当もそれなりにあるため配当取りも見える形。一般の在庫が多数出てきた場合はほぼ見えなくなってきます。オークネット、こちらも SBI 証券での在庫追加期待度が高いと見ています。狙うなら配当取りを狙う形ですが、受給はプラス 4.2 万。出来高次第ではありますが、全く膨らまないようならチャンスはあるでしょう。片倉工業、一般余りの現状、配当取りを狙っていく形になります。プラス 4.8 万の買い越しを想定。出来高次第ではありますが、一般が多数余っている現状では難しく、読みづらい銘柄ではあります。ここから最大損失が軽くなり、心理的に攻めやすくなってきます。同時に事故の可能性も上昇していきます。ホットランド、フルテック、カンロ、ベルパーク、グローバルリンク、こちらは高値寄りを予想しており、すべていい評価としております。勝負する価値はあまりないように見えます。ライオン、こちらも一般余りの銘柄で、あえて精度でいくなら配当取りとなるでしょう。プラス 9.5 万の買い越しを想定しており、大事故はないと見ておりますが、あえて精度でいく価値はどこまでかといったところ。スカイラーク、一般信用の残高が過去最高となっております。今日から精度の受給も悪化しており、売り方が入ってきています。マイナス 92.9 万の売り越しを想定しております。株数が多いので事故率は低いです。ただ受給自体はそれほど言い訳ではないため、午後から薄いですが、注意喚起などが出ると危険と見ます。6月からクロス銘柄、興和商事、現状から見てゼロを見込んでいます。配当がないため無傷通貨も現実的でしょう。一マセかまぼこは本日売り越しとなったとみられます。そこまでの事故はないと見ていますが、得られる価値から見て実行価値があるかは微妙です。三好油脂、株数が少なく現状でもマイナス 13.4 万、これだけあれば高値には足りると見ています。シンシア、売り停止本命でしたが停止ならず、5場停止もありえますが全く旨味はないと見ております。マイナス 7.1 万で株数から見て厳しく見えます。記念優待でもあり、売り方の突っ込みは十分考慮する必要があります。富士オフード、売り停止となりました。停止狙いでの張り込みを行っていた方もいるでしょう。現状マイナス20万程度の売り越しであり、ここはそれほど株数も少なくないため、この程度の売りで果たして上に行くのか、個人的には行かないと考えています。ただ貸借となって初めてなので、そのあたりがどう出るかです。持ち切るには覚悟が必要ですが、初貸借での初回、見どころはあります。アウトソーシング、一般余りです。プラス 135.7 万と大きなリードがあります。リードを守れるのかが鍵で、守れれば配当取りで 1.3% を超えてくるでしょう。出来高では読めないため、勝負に行くかどうかは人によるところでしょう。東京都競馬、一般ではかなり薄いですが受給はいいです。プラス 18.7 万の買い越し想定。出来高25万以下ならチャンスと言ってもいいかもしれません。ある程度買い方の逃げもあると見ていて、一般が浮いてくるようならそちらの方が安全でしょう。アイフィスジャパン、こちらは株数が少ない銘柄ですが受給が非常にいいです。現状プラス 33.8 万の買い越しを想定。よほど膨らまない限りリードは守れるのではないかと見ます。ある程度買い方の逃げもあると思うので、出来高が10万程度ならゼロ決着もありえます。ただ株数が少ないため、出来高ができると簡単にひっくり返る点は要注意です。楽天グループ、当初の受給が反対方向に動きました。マイナス936万と近年ではあまりない受給悪化を見せており、精度に旨味は見出せません。一般余りの現状であえて精度に飛び込む意味はほぼないでしょう。千住会、受給面では普通で、あと少し売りが積もれば停止もありえるラインでした。マイナス 23.7 万の売り越しは想定内です。あとは明日
注意喚起からの手控えが出るようなら飛び込みも検討。出来高膨らめば勝負にならないと見ます。ジャパンクラフト、比較的需給は良かったのですが、マイナス 2.9 万程度まで悪化したと見ています。出来高が大きくなる可能性があり、今後半年縛りもあるため跳ねやすいと見ています。5馬停止となった場合危険でしょう。ドラフト、予防的売り停止を期待しましたが注意喚起止まりでした。現在はプラス3万の買い越し想定ですが、このリードは守れないでしょう。注意喚起で警戒感が出れば、株数としてはそれほど少ない銘柄ではないので、安値の可能性もゼロではありません。出来高が大きく跳ねたり5馬停止は危険でしょう。クックパッド、需給面は文句なくプラス 105.02 万の買い越し、これだけのリードがあればまず大丈夫でしょう。ゼロ決着の可能性が高いですが、配当がなく一般で取れればあえて精度へ飛び込む必要はないと見ます。以上、今回は12月逆ヒブ予想やっていきました。5日である程度手控えを見越して低いラインでの予想としましたが、出来高膨らむ展開なら逃げも検討すべきでしょう。最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。